どうもマスティです。この動画に来ていただいてありがとうございます。今回はですね、初めて単焦点レンズを買うならどのレンズがおすすめでしょうかというような話をちょっとしたいなと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。ほとんどの方がカメラ、デジタル一眼レフを買った時にですね、ボディだけで買ったという方はまあまあいらっしゃらないんじゃないかなと思います。あ、まあぜひね、いやそんなことない、僕はボディだけで最初買いましたという方がいらっしゃったら、またねぜひコメント欄で主張していただければなと思います。まあ、多くの方はだいたいメーカーさんがセットでね付けられている標準等のズームレンズをセットで購入されているかなと思います。そんな中で単焦点に目覚め始める方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。そんな時にどのレンズがいいのかなという話ですね。僕はニコンのレンズボディを使ってますので、ニコンの中からの選択になるんですけども、焦点距離等に関しては他社のメーカーさんでもですね、十分参考になるんじゃないかなと思います。では早速ですね、ニコンの中で、僕が単焦点レンズとして一番最初に購入おすすめするのはこちらになります。ニコン AF ニコールの 50mmF1.4 というレンズになります。でこちらはそのニコールレンズの中でも D レンズというものになります。1世代前のレンズになるんですけども、ちょっとおすすめする理由もね少し紹介させていただきたいなと思うんです。まず D レンズですね、新品はあまり買えないんですけども、中古市場で結構出回ってまして、まず手に入れやすいんですよ。お値段も手が届きやすいっていうのが一番の理由です。そしてなぜ 50mm なのかというところですね。とても主観的な話になるんですけど、 50mm から60mm ぐらいの焦点距離っていうのはですね、こう僕らが人がですね、歩いてたりとかして、あれちょっといいな、これちょっといいなと思った時のなんとなくこの視界にマッチしてる距離だと思うんですね。なので、いいなと思った時に、いいなと思ったものをそのままの印象で気楽に撮れるレンズ距離になります。ですので、あれちょっといいなと思った時に、その思った場所でバシャッと、ね、シャッターを切ることができるんですね。でしかも 50mm という距離ですので屋外だけでなくて屋内でも撮影が可能です。これがですね、中望遠とか望遠になってくるとユニークな作品撮れるんですけど、どうしても屋内だとですね、撮影する場所、距離を選んでしまうんですね。とても制限があるので、やっぱ 50mm という距離はとても使いやすいです。で、街のスナップ写真からポートレートまで、これ1本で結構撮影ができます。で、50mm を使う中でちょっともう少しこれが欲しいなとかですね、もうちょっとこんな感じにしたいというクリエイティブな情熱といいますかね、が湧き上がってきた中でまた次の単焦点に、シフトしていく、買い足していくというのがいいんじゃないかなと思うんですね。50mm、先ほど言いましたけども撮りたいなと思った時に撮れるんですけど、とにかくレンズ自体も軽いんですよね。先ほどのお値段もそうですけど重量も軽いですので、1世代前ですけどもこの 50mm、 しかも絞りが 1.4 で結構明るいレンズになります。もちろんオートフォーカス付きですので、もうパッシャパッシャ撮れます。どこでも、水中はちょっと撮れませんけど、どこでも持ち運びができて気楽に撮りまくれるというレンズですね。のでとてもおすすめです。そしてですね、この 50mm から 60mm の間の距離のレンズは
新しいものも含めるとですね、結構出てるんですよね。50ミリの最新バージョンであったりとか、60ミリとかですね、このあたりのレンズが、結構多いんですね。ので、予算に余裕がある方はいきなりね、新しいものを買われてもいいかと思うんですけど、僕が中古をおすすめする理由は、初めて単焦点買うといった場合にですね、やっぱりどんなものかがわからないじゃないですか。ので手が出しやすいっていうのが一番いいと思うんですね。で新品で5万6万出してですね、買うよりもこれだとだいたい2万円切るくらいで購入ができます、中古だと。もちろんコンディションによるんですけども、すごく差額があるじゃないですか、ね、ゆとりを気持ちにゆとりが持った上で、しかも実際使った性能というのはとてもいいので、使いながら感覚を身につけて、で、予算も抑えながらですね、次の作品を作るためにさらに買い足していくステップになるんじゃないかなと思います。でとにかくですね、一番最初の単焦点何が大事かって僕個人的に思うことは、カメラを持って出かけるのが楽しくなる、外に行きたくなる、人と会いたくなる、そういったものがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですね。いいレンズを高額で買ったから必ずしもそうだということではないと思うんですね。もちろん撮りたいものシチュエーションによってあらかじめ決まっている方はですね、対応したレンズというものもあるんですけども、やっぱりカメラを持ち歩きたくなる、外に出たくなる、そういった効果が一番大事だと僕は思うので、これやっぱりおすすめです。とにかく気楽に撮りまくれるですね。で、ぜひ興味があった方はこちらのね、レンズ、もう一度ニコンの AF ニコール 50mmF1.4 の D レンズになります。ちょっと近づけますけども、ニコンさんの場合ですね、このレンズの名前が書いてあるところに D とか G とかつくんですよ本来。ただ中にはですね、発売製造のタイミングによって D という文字がないものもあります。若干形状が変わったりもします。ので不安だった場合はですね、中古屋さん等であれば、あるいはオークションサイトであれば、出品者の方にですね、確認を一度した上で購入されるといいかなと思います。ということで今日は1本目に買うのであればどのレンズがおすすめですかという動画になりました。皆さんはですね、最初にどんな単焦点レンズを購入されましたかね。もし僕は私はこんなレンズを買いましたよというのがあれば、下のコメント欄で、ぜひコメントを寄せていただけると大変嬉しいです。また他のね、これから単焦点レンズを買う方のさらなる参考になると思いますので、ぜひご助言のほどもよろしくお願いしたいと思います。ではこの動画が少しでも参考になったなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひ下のですね、グッドボタンも押していただけると励みになります。またカメラ関係の動画もですね、これから増やしていきますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。